こんにちは、アゴロです。今回の話題はこれです。とステップンが1ヶ月で340倍に爆上げ、爆上げが続く可能性は。に感謝すニュースと、ステップンが爆投、1ヶ月余りで 34,000% 上昇。3月の市場デビュー以来信じられないほどの高騰を見せている。時価総額が20億ドルに迫り、最も価値のあるムーブトゥーアーンプロジェクトとなった。ステップは運動して暗号資産が稼げるアプリです。ゲームをプレイして暗号資産を稼ぐことをプレイトゥーアーンというのに対し、運動で稼ぐことをムーブトゥーアーンと言います。ステップで稼ぐ方法は、アプリで靴の NFT を買い、設定した後歩くか走ることで GST というコインがもらえます。グリーンサトシトーク GST。 稼いだ GST は他のコインに換金できるのと、靴の修理やレベルアップ、新しい靴を生成するために使えます。チャット、これは GST の冷やしチャートです。2022年3月9日の始めは 3.2 ドル、3月末から上昇し始めて4月8日に最高値 5.5 ドルをつけました。1.7倍、現在価格は 5.4 ドル。このように GST は1ヶ月で340倍にはなっていませんが、爆上げしたのはもう一つのコインの GMT の方です。グリーンメタバーストーク GMT。 チャートこれは GMT の冷やしチャートです。3月9日の上場発言は 0.01 ドル、勢いよく上昇して4月20日に最高値 3.85 ドルをつけました。上場発言から385倍、現在価格は 3.3 ドル。上場発言の 0.01 ドルはバイナンスの IO 価格と同じ価格で、上場後すぐに上がったので 0.01 ドルで買えた人は少ないと思います。3月9日の終わりには0.13 ドルなので、 0.13 ドルで買った場合の倍率は約29倍です。 GMT はステップの運営方針を決めるときの投票に使うトークンですが、4月18日の発表で靴のレベルアップや生成に GST だけでなく GMT も必要になる仕様変更が明らかになったことで高騰し、最高値を更新しました。次と、これは2022年3月8日の価格を 0% として、現在まで何パーセント変化したのかを表したものです。時価総額20位内のコインと GMT を表示しています。上位コインのトップはニアプロトコルの 1.4 倍なのに対し、ステップは最大28倍。現在は24倍という上位のコインのチャートが水平線に見えるくらいの倍率になりました。ビットコインはマイナス 0.49%。このように4月から暗号資産全体が下落した中、ステップはそれをものともせずにたくましく爆上げしています。次に、この爆上げが続く可能性について。上昇の流れが変わるきっかけになる原因の一つとして考えられるのは競合銘柄の伸びです。現在ムーブトゥーアンアプリで一番有名なのはステップですが、ムーブトゥーアンアプリは他にもあり、もしそれらのアプリの中でステップより面白いとか稼げると評判になるアプリが登場した場合、ユーザーと資金流入が分散して、それがステップの上昇流れを変えるきっかけになる可能性があります。また、一つのアプリだけがステップの競合になるほど伸びなくても、複数のアプリがそれなりにアクティブユーザー数を伸ばすことで資金流入が分散することも考えられます。そこで、ムーブトゥーアンアプリで使われるコインの時価総額を比較して、勢いが出てきたアプリがあるのかを確認します。検証対象のコインは、コイン月光でムーブトゥーアンに分離されている10個のコインにします。他にもムーブトゥーアンコインはありますが、データ取得の都合上、今回はこの10個で検証します。結果だ！これは、2021年6月から現在までのムーブトゥーアンコインの時価総額を比較したものです。10個のコイン全部の時価総額を 100% として、各コインの時価総額が占める割合を表しています。右端の青色がステップンの GMT です。なんと、全体の時価総額の 90.4% を GMT が占めています。2位はドットムーブスの 2.9%、 3位はジェノペッツの 2.3%、 4位がステップの GST で 1.7%。 つまり全体の時価総額の 92% をステップが占めていて、残り 8% が他のコインです。
他のコインが見えないので GMT を消します。チェンジ。ついでにステップ以外のムーブトゥーンアプリを簡単に紹介します。一番下の黒色のドットムーブスは、スマホのカメラで撮影した運動を AI が採点し、プレイヤー同士が対戦してコインを稼ぐアプリです。例えばサッカーボールのリフティング対戦です。次に灰色のジェノペッツは、歩いてコインを稼ぎデジタルペットを育てて対戦をするゲームです。プレイトゥーアンとムーブトゥーアンを融合したアプリで、サッカー選手の本田圭佑氏が投資しています。次に黄色のドーズは、腕立て伏せなどの1日1回30分くらいのエクササイズでコインを稼ぐアプリです。次に紫色のカロはジョギングをしてコインを稼ぐアプリです。自分一人で運動するシングルモードの他に、イベントのチャレンジモードで買ってもコインがもらえます。次に緑色のデジタルフィットネスは、デジタルフィットネスのマーケットプレイスです。フィットネス製品を割引価格で安全に取引でき、健康的に活動しているコミュニティは報酬がもらえるようになるそうです。次に水色のバーチャルは、水泳、ダンス、筋トレ、サイクリングなどのいろいろな運動でコインが稼げるアプリです。今後はサッカー、バスケ、スケボー、サーフィン、キックボクシングなども追加される予定になっています。プレイするにはスマートウォッチが必要です。アバターを設定できるのも特徴です。水色のドーナツは、もしかしてポケモンドーナツかな。次に茶色のヤオコインは、街を歩いてスマホの画面に映ったコインをタップすればコインが拾えるポケモン GO みたいなアプリです。次っと、これは取引金額の14日平均の占有率です。1位はステップの GMT で 98.1%、2位はステップの GST で 0.92%、 なんとステップの取引金額は全体の 99% を占めています。ステップを消します。チェンジ。他のコインの取引金額の割合は拮抗していて、先月から伸びが大きいのは黒色のドットムーブスです。紺色のステップは、ステップンと名前が似ていますが別のアプリです。ステップンと同様にステップも歩いたり走ったりすることでコインが稼げるアプリです。以上に時価総額と取引金額の両方とも圧倒的にステップンがリードしていて、右に出る者はいない状況です。向かうところ敵なし。チャートダウン。これはアクシーインフィニティのチャートです。アクシーインフィニティは、NFT のペットを育てて対戦させてコインを稼ぐプレイトゥーアンの代表的なアプリです。2021年11月に最高値166ドルをつけ、暗号資産全体と一緒に暴落した後反発が弱く、4月25日に約9ヶ月ぶりの安値をつけました。次っと、これは2021年11月7日の価格を 0% とした場合の変化率です。時価総額20位内のコインとアクシーを表示しています。アクシーはマイナス 73% で一番下落率が大きく、前世紀のアクシーの時価総額ランキングは21位くらいまで上がりましたが、現在は42位まで落ちています。次っと、茶色の線はアクシーの取引金額、灰色の線はアクシーの価格、青色の線はステップの取引金額です。アクシーの1日の取引金額の過去最高は2021年4月につけた62億ドル。その後も大きな取引金額が出ていますが、1、2、3、4のように上値を切り下げる流れがついた後、11月に価格の最高値をつけ、暗号資産全体と一緒に暴落した後、他の上位コインにも反発が弱い状況が続いています。一方、ステップの取引金額は41億ドルで、アクシーの過去最高は超えていないものの、アクシーが絶好調だった時と同じくらいの金額まで上がっています。なのでステップの今後の取引金額の伸びや上値の切り下げの連続などがトレンド転換を探る材料に使えるのかもしれません。取引金額に大きな変化があった時は報告します。今後は GMT のバーンやステーキングも追加されるので、価格にプラスの影響が期待できます。ただし、過去のステップン動画で説明したように、新規の資金が価格を支えている仕組み上、買いと言いつつ暴落モードに急変することを確保する必要があるので、リスクを十分に把握してから投資することをお勧めします。事故を確保しながら歩こう、ステップン。以上、ステップンが1ヶ月で340倍に爆上げ、爆上げが続く可能性は、の会社でした。この動画が面白かったらグッドボタンします。富太郎さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。